どうも、ドーズルです。はい、ということで本日もこちら、クラロリガチャ2019お送りしていきたいと思います。さあ、ということで、今日もね、19時から、こちら3試合がね、生放送で行われます。今1位を走っているファブゲーミング、そして、5位6位対決ですね、ブレインスポーツ VS ゲームイズ。ゲームイズここ勝たないと、プレイオフへの道がね、かなり厳しくなるので、ま、今日の戦いなんとか勝ってほしいんですが、みんなで応援いたしましょう。さあ、ということで、本日のピックアップはこちら、羽根羽根選手ですね。クラロワ界のカイジこと羽根羽根選手、今回ワンオンワン初登板ですかね。今シーズンワンオンワンで出るのは初めてというところで、まあ、羽根羽根選手といえばね、巨大スケルトンを使ったオリジナルデッキ、羽根羽根デッキでね、有名な選手なんですが、今回は、まあ、やっぱ巨大スケルトンが、キーカードになってきました。対する相手なんですが、タロンのトチロバッツ選手ですね。トチロバッツ選手はね、すごい頭のいい選手で、年齢が20歳なんですけども、20歳でいろんな言語をね、喋ることができるというところで、頭のいい、クラロワプロプレイヤーでございます。この2人の対決、羽根羽根選手のやっぱオリジナルのデッキに対して、トチロバッツ選手が、しっかりね、対応していくので、そこら辺も注目してみていただければなと思います。それではご覧ください。どうぞ。序盤は静かな立ち上がりとなるか、雪玉です。羽根選手の特徴としてはオリジナルデッキなので、デッキの読みがしにくいというのが強みです。もちろんその分バランスを取るのが非常に難しいと思うんですが、そこは習熟度でカバーですよね。そうですね、来ましたね、巨大スケルトン。さあ、巨大スケルトン代名詞。対するトチロバッツ選手は、まあ、前回も使ったラバーハウンドの採用が可能性が高いと思います。さあ、ここでスケルトンラッシュです。さあ、縦の選手の防衛というところで、まずはスムーズな防衛できています。カウンターの形、これは気をつけていかなければいけません。これに対してポイズなどが回っていなかったため、縦の選手で防衛されてしまいました。これはきつい状況です。さあ、ディガーも追随。さあ、トリトン、ディガーをタワーから引き離すことができません。さあ、ここザップを打ってルビードラゴンを延命してきました。さすがです。そしてベビードラゴン追加。さあ、このラバーハンドが止まりません。さあ、羽根羽根選手じっくりエリクサを貯めて左は捨てました。以前この巨大スケルトンプラススケルトンラッシュで勝った経験もあるので、ここから注目です。さあ、ラバーハンド全く持って止まらずというところで、まずは左、そしてキングにも大ダメージ入っていきますが、しかしここで攻めすぎてしまうと逆にキングタワーを攻められたときにどうしてもなんかしまうので、さあ、インドラ採用。さあ、巨大スケルトンインドラで倒しきれるかというところだったんですが、ここはうまく雪玉時間を稼ぎます。ただスケルトンなし、縦の選手での防衛が厳しい。この縦の選手に対して何もできていない状況なので、かなり厳しいですね。さあ、羽根羽根選手思わずちょっと考え込むような仕草も見えました。ここからどのように打開をしていくのか。トチロバッツ選手としてはキングターンにもプレッシャーを与えつつ攻めさせない戦法を取っていきます。さあ、橋前同士のこのラバと巨大スケルトンのぶつかり合いなんですが、ここもインドラの位置がいい。さあ、かつ縦の選手に対して何もできていないので、ポイズンなどが入っていない可能性もありますね。さあ、こうなってくるとスケルトンダッシュがダメージとして計上できなくなってきます。さあ、ここ再び大ダメージを食らって、羽根羽根選手打つ手なしか。さあ、残りはスケルトンラッシュでワンチャンスを持っているかどうか。さあ、ただここは巨大スケルトン設置、これは間に合わないという判断。ここはコウモリ。さあ、羽根羽根選手のコウモリだと、まあ、かなり巨大スケルトンプラスロイジャイデッキ、羽根羽根デッキと呼ばれるデッキの採用率が高いです。スケアゴブリンにも即ディガーです。しかし、ここ間に合いませんでしたね。さあ、スケルトン部隊 VS 縦の選手という争い。さあ、トチロバッツ選手は、まあ、ラバーハンドの可能性が高いかなと思います。さあ、このトリトン、そして巨大スケルトンも採用。
から同サイドに展開して、ここベビードラゴン先行するか。さあベビードラゴン先行です。さあ今回はハンターでも OK、 これがラブハウンドに対しては強烈に採用します。そうですね、ここ重量級に対しての対策できているので、デッキ相性的にも五分五分なんじゃないかなと思います。さあインドのダメージ入りますが、フキアゴブリン素晴らしい活躍。羽根選手おそらくラスト1枚何か攻撃となるユニットを持っていると思うので、そこですね。さあじっくりじっくり攻防が続いています。それを予測しておそらくトチロバチ選手としても施設をあまり置いていかない戦法を取っていると思います。さあこの巨大スケルトンでターゲットを飛びながらベビードラゴンを倒すそうですが、ここでバレル。さあここは無視ですね、無視してラバーハンドの形を作っていく戦法に切り替えました。さあトチロバツ選手ゴブリンバレル完全許容です。しかしハネハネ選手吹き矢ゴブリンやコウモリといった、まあ、対空に対してかなり対応できているので、うん、ここをうまく防衛できるかですね。パピーに対しても強い札ですよね、はい、さあここはインドのターゲットをスケルトン部隊で取っていきます。しっかり時間を稼ぎながらラバハンドをまずは倒していこうという羽根選手。さあここは後衛部隊を一気に巨大スケルトンの爆弾で処理する戦法です。さあこれは大ダメージ、まあ、これが巨大スケルトンの強みですよね。一手に引き受けました。これではカウンターできません、トチロバツ選手。そしてロイジャイバレル。さあこの盾の戦士完璧に読んでいますが、ロイヤルタイム入ってきます。さあ波状攻撃始まりました。しかしまたここ巨大スケルトンが回っていると思うので、このように後衛部隊を一気に爆発で処理できます。そしてこの後方にそびえ立つハンターの強さ、爆弾ですね。さあこれは圧倒的リードと言っていいでしょう、羽根選手。さあここで盾の選手を予測して使ってしまったんですけれども、吹き矢ゴブリンが入ってきます。さあ吹き矢のダメージ、そしてこのバレルを止めるのが難しい。ここはオーブンからです。さあこれフィアゴブリンが見えたということは、先ほどと同じデッキの採用も出ますね。さあここはディガーフィアゴブリンを倒しに行きます。巨大スケルトン、これはおそらく巨大スケルトンプラスロイジャイデッキだと思うので、このオーブンが少し厳しい状況になってきました。きっちり相性の厳しいカードを入れてきています。そして後方からバーバリアンです。ここはトチロバツ選手、巨大スケルトンの対策として囲めるバーバリアンを採用していきました。さあ足止めももちろんそうですが、このようにオーブンと一緒に巻き込まれるのが強いですよね。さあロイヤルジャイアントの側に軸をずらしての攻防なんですが、ここはダメージを許容してこのカウンターにつなげてくるかどうか。さあメガゴンマスケット、そしてバルーン、ディガーもついてきています。しかしコストがないのでここは一発は受けるか。さあバルーンはここは受けていきます。さあハンターでなんとか一発に抑えたんですが、マスケットに一網打尽にされました。まあ、残りは先ほどはまあカウンターでメガゴ、そしてマスケットが残ったんですけれども、まあ、通常であれば巨大スケルトンで防衛できるので、巨大スケルトンの使うタイミングっていうのが原選手注目になってきます。さあここのオーブンもじわりじわりとファイアスピリットを受けていくと、タワーダメージより厳しくなっていきます。さあこの巨大スケルトンの出すタイミングの話ありましたが、ここはオーブンにむしろおびき出された形になっているか。ここ本当だったら巨大スケルトンプラスロイジャイをつけていきたいんですけども、バーバリアン採用なのでやられてしまうんですよね。なんでつけれない状態です。さあこうなってくるとこのバルーンをどのように受けていくかというところ、ハンターうまくここは守りたいところだが、雪玉一発食らっています。コウモリ完璧に読んできました。まずはトチロバツ選手がリード。さあ残りはハネハネ選手がどうこのバーバリアンやオーブンを突破していくか注目です。さあバーバリアン巨大スケルトンを足止めします。オーブンをアクティブ継続です。さあどこでロイジャイプラスゴブリンバレルを通していくか。いきました。さあこの
ロイヤルジャイアントなんとか投資切りたいところなんですが、バレルに対してはメガゴー、そして土地のバツ選手からはこのタイミングでグッドゲーム。これはもう完璧に羽根選手の展開を止められたという確信のもとに、さあここは完璧にデッキの相性を取ってきました。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやー、羽根選手の羽根デッキうまく攻略されてしまいました。まあ、あの呪文がないんでね、その分オーブンだったりバーバリア、マスケットといったユニットが行きやすいところをしっかりトツロバツ選手ね、短時間でこう攻略してきましたね。まあ、あの羽根選手のデッキは今回はうまく刺さらなかったんですけれども、かなり爆発力のある、独特なデッキなんで、まあ、刺さるときは、刺さるんですけれども、まあ、そこもね、そうさせないっていうのも、相手のトチロバツ選手の、ま、能力なのかなと、いう感じがしますね。というところで、バンカードがなくなってまたワンオンワンの、ね、デッキの幅っていうのもぐっと広がったんですが、その中でもやっぱり相手のデッキを読んだり相手の得意デッキを潰すような戦術を選択できる選手っていうのがね、非常にやっぱりこのワンオンワンで、高い勝率を誇っているので、ま、たくさんのデッキを使えるに越したことはないんですけど、ま、それがやっぱ難しいですからね。クラロは特にこの、プロ選手同士の対決、かなりハイレベルの中でのまあ、いろんなデッキを使うっていうのはすごい高いスキルが、要求されます。というところで、本日の動画はこんな感じで終わりにしたいと思うんですが、今日もね、19時から生放送でクラロワリーグ生放送ございますので、ぜひとも、皆さん応援しに来ていただけると幸いでございます。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。